東京電力が予定している電気料金の値上げが3年程度の期間限定となり2018年には値下げに転じる計画であることが分かりましたただし原発の再稼働が前提ですこの計画は東電と原子力損害賠償支援機構が1兆円規模の新規融資を得るため金融機関に提示したものです東電は企業向け電気料金は 来月から平均で17%を値上げし家庭向けも10%程度の値上げを7月にも実施したい構えです計画では企業・家庭向けともに2015年度に値上げ前の水準に戻し2018年度から値下げに転じるとしていますただ柏崎刈羽原発が2013年度から再稼働することが前提のため不透明な部分があります